先日近くのホームセンターに行ったらイチジクの新しい苗を売ってたので早速買ってきました一つはセレストこれはちょっと名前がとったイチジクですね小粒の 20g ほどの小粒で甘みが強いイチジクらしいです、えー、もう一本はパスティディエこれはブドウのような味がするということでしたね、えー、かこれも皮ごと食べられそうです えーと 1m ぐらいの苗棒苗でしたけどもえー、と鉢植えにして育てようと思いますので、えー、適当なところでき切ってしまいましたーっとまず芽をこれはセレストの方は5つぐらい残してみましたまあ どれか2。目ぐらい生かして伸ばせ伸ばそうかなと思います。えっ、ー、と切り取った。枝の方はこれは挿し木にしてうまくう増やして増やすことができればいいなと思ってます、えー。パステリアの方は？これはずいぶん太い苗でしたね。畑刺しで挿したんでしょうけど。 ずいぶん太い苗です。これもえーと節を3つ目目を3つぐらい残して。切り取ってこれも鉢植えで育てます。えっ、ー、と切り取った枝の方はこれもなんとか挿し木で増やしてみようかなと思います。えー、今年こそは挿し木うまく成功させ,させたいなと思います。 えーとこれでこれを鉢植えにしましたまあともかくパステリアの方は太いですねこれでうちの鉢植えは8つになりました葉っぱの形とかそれぞれ違うから楽しみです